人生で皆様平等に数回は訪れる月。うんこ、漏れそううんこ。先日の卒業式で漏れそうだった人、正直に言わねえよ。そんなことよりも早く、漏れそうトイレ連れてってトイレ、それはうんこが漏れそうな時にディズニーランドよりも行きたい最強の場所、そりゃそうでしょうね。それでは彼をトイレに連れて行ってあげましょう。お願いします。うちの会社、ちょっと変わってるんで気をつけて。ちょっと変わってるとかのレベルじゃねえ。そして君、すごくね、跳躍力？多分漏れそうパワーのおかげです。どんなパワーだし。世界共通漏れそうな時はしっかり尻穴を閉じてテクテク。人類みんな一緒。否定はできない。もし漏れそうな時はそういう歩き方がおすすめとかある方はどしどしコメント欄で教えてください。どんなコメント募集してんだよ。もう顔がかけてます。早く我慢我慢踏ん張って。踏ん張ったら完全に顔出しちゃうわ。って今結構な高さから落ちなかった？漏れそうパワーのおかげで無傷です。ご安心を。だからそのパワー有能すぎんだろ。そして車内にマリオのゴール前みたいなブロック、これが見えたってことは天国はすぐそこです。天国言うんじゃねえ便所。ノー、出たー天国。その天国説得力ありすぎの顔やめてくれる？ただお腹が21歳つき弱い彼、生まれつきみたいに言うな。そして日々変わる車内、トゲー、トゲに刺さったら最後、大変です。もう漏れた、終わった。巨大なトゲに刺さって漏らすだけならいいだろ。もう今度は慎重にでもゆっくりはできない。てかこの動きの衝撃で出ないのがすごいけん。あ、もうダメ。漏れた、終わった。大丈夫、通常の人間だったら人生を当てるから。それっしゃ、今度は超えたわ。で、どこに自動販売機設置してんだ。ノー、日々迷路化が進んでいくでは。ガシャ、日々トイレの場所変わるとかブラックすぎる。そして相変わらずの身体能力ね君。さあ、数々の試練を乗り越え着実におトイレが近づいてきております。トイレってそんな苦労していく場所だっけ。てう、今日は正解です、さとちゃん。それさすがにね、3度目のおもらしはもうないでしょう。ブリですか？いや、ブリブリです。うっせーよ。お、見えました、極楽浄土天国を勉強。ラストポスト天国。よかったな。この瞬間のために僕は生まれてきたんだ。どんな使命を持ってこの世に誕生したんだお前。また翌日、社長もちょい本気出してきました。さらにトイレにたどり着くのが難しい構造に。社長の趣味なんですねこれ。え、日々トイレの場所を変えて従業員が漏らすのを笑いするのが生きがいなんですね。悪趣味世界選手権優勝ですね。てか炎のトラップまでチェック。あ、ちょっとやばいかも。なんとか耐えた。今絶対出てましたよね。マリサ、話近づけて確認してみて。秒で断ります。じゃあ私が行きましょうか。秒でどうぞ。どうしました？よく考えたら私鼻なかった。多分クリリンと親戚だと思います。ドラゴンボールファンにしか通じないネタやめてください。で、社長めトイレどこにやったんじゃ。そうだ、めっちゃ苦戦しております。トイレに行くだけに。おそらく視聴者様はまだ社会人になっていない方が多いかと思いますので、霊夢からアドバイスです。トイレに簡単に行ける会社選びましょう。僕に行けない会社あるんだったら見てみたいわ。ってすっげー落下したな。おい、社長ご自慢の最後の難関ゾーンです。あ、炎のせいで漏らしちゃった、負けた。漏らし前にやけどだろ普通は。さあ今度はどうだ。残念、高所からの落下。漏れた。今ので無傷なら漏れたとかどうでもいいけん。さあさすがに3度はお漏らしできない。回数の問題じゃないと思います。おし、もうトイレはすぐそこ。で、上の道からのこと社長め。社長、上機嫌でございます。まさかの社長女だったの？ということで本日はリアル主さんが気づいたらアップストアでうんこって検索したら出てきたゲーム遊んでみたわ。いや、無意識で何検索しとんねー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。